はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。セイロウィンドウやっていきたいと思います。今日ちょっと BGM をね、ないゲームなんでね。BGM がないゲームなんで、YouTube スタジオからちょっと、BGM をお借りしてやっていきたいと思います。さあ、できるかな ?F ボタン。F、F、よし、OK。見とけね、F ボタンがね、反応しないんです。おっとっと。さて、お水は22。ツナが少ないな。ちょっと BGM でかいかもしれない。もうちょい小さくしよう。こんぐらいがいいかな。波の音も聞きたいしね。こんぐらいがいいかな。よし。さて、ちょっと寝るか。ハンモックで。ハンモック、くそはい。ちょっと鼻風邪というか、鼻水が出る風邪というか、風邪じゃない、風邪かもしれないし、まあ、花粉症もね、ちょっと若干あるので、アレルギーのね、僕も。PM だったりね、ちょっと風が強い時はね、この前ちょっと風が強かったんで、ちょっと体調崩しましたね。ぐっと。それでね、ちょっと鼻がちょっと今、鼻声になっちゃってるんですけど。あ、よし、起きよう。おっと、落ちるかい。ちょっと、起きたの。あ、でね、ちょっとここ、見てください、ここ。色がちょっと、明るくなってるでしょ?実はね、ほうきがね、あるんですけど、さっさっ、あれ?さっさっさ、さ、角度ちゃんと、よし、よし、ほい、ほら、こうやってね、船の掃除ができる。もうね、ずっとなんかね、気づかなかったんだけど、だいぶ汚れてたみたいで、船がね。ほい、ほい、ほい、ほい。ほい、ほい。こうやってね、船の掃除して、掃除もしなきゃね。ちょっと今日はね、休日というか、こう、船の掃除しながら、どうしようかな。こうして、ちょっと待ってよ。こうして、あ、よしよし。あ、よし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 。はい、はい、はい、はい。最初はなんかこう、いらないものとか消しちゃうアイテムかと思ったけど、単純に掃除することができるアイテムというか、船が汚れるんだね。このゲームすごいね。船汚れるんですよ。ああ、船の手入れもしなきゃね。しばらく乗ってきたから、だいぶ汚れたでしょ。これ反対側綺麗になってるかな?ああ、綺麗になってない。自分で拭かなきゃダメだ、これ。よし。反対側も。海に降りてまでしてやることかこれよしよし。でもまあね、だいぶこういろいろ物とか運んでくれた船だから、綺麗にしてあげないと。これ反対側はやんなきゃいけないんだけど、反対側はどうしようかな。船をちょっと反対に回すか。船底とかどうやってやるんだろうこれ。船底もきれいにしなきゃダメかな。まさか船が汚れるとまでは思ってなかったからね。やっぱ汚れてると速度落ちるのかな。きれいに保つのが一番だからね。後ろは?ここら?やっぱここ汚れてるな。ここは、この辺は?あ、この辺も多分綺麗にできるな。よいしょ、よいしょ。
お、綺麗になったでしょ、だいぶこっち側。潜るか、よし。水中で、こう。ちゃんと綺麗になってるかな。あ、綺麗になってるね。ちょっと感覚わからないけど。BGM あってよかった。今日用意しといてよかった。なかったらちょっとかなりずっとなんか水の中のよくわからない動画になっちゃうわ。反対から真っ黒だもんね。あー、綺麗だって。船底綺麗だって。反対側見るとすごいわかると思う。すごい真っ黒だから、これ。よかった。このゲームにこの水中呼吸の概念がなくてよかったよ。よし。はっ、ふは、ふは。綺麗になったのかな。いつ汚れたんだろう。動画見返してみたらわかるのかな。どれくらいの頻度で汚れてるのかっていうのが。これをね、こっち側を、まあね、反対側に持ってきゃいいんだけど。おおおどこんつったぞ。で、こっち側はこれを、おっと。こっち側を、よっ。こうつければ、ひっくり返れたろ。かないかな、さすがに。さすがにちょっとこれは無理か、無理があるか。外して、プッシュして。プッシュ、プッシュ、プッシュ。プッシュ。プッシュ、プッシュ。プッシュ、どうした？どうした、どうした？引っかかってんのかな。ああ、プッシュ。プッシュ、プッシュ、プッシュ、プッシュ。ダメだ。力がか、変わっちゃってて。外そう、一回。プッシュ。もしかしたらこう、船を押してった方が、早く島に着ける可能性もなきにしもあらずな、このパワー。先端から行った方がいいかな。おっ！あ、これ、上がれるところがないからね。よっ。よっ。よっ。ないな。困ったな。まあいいや。反対側と、こっち側とで、だいぶね、違うから。なんか、壮大な曲になり始めたぞ。間違えた。はい、ごめん、ごめんって。これね。はい、シュッ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 。こっち側も。シュッシュッ。
いやしかしオールが欲しい、この要領でオールが欲しい。うん。さすがにこれでこう動きはしないよね。シュッ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 。向きを変えるのにいちいちね、こう海の中入らなきゃいけないからね、めんどくさいじゃん。これ大きい船になったらね、どうやったらいいんだろうね、この風向きが悪い時の変更って。このサイズだからね、ボートサイズだからできるけど、実際のボートレースでもね、海の中に入ってね、風向き変えるってね、強行手段でやることあるんですよ。だいぶ綺麗になったでしょう。ね。真っ黒だったからね、船。いやー、綺麗になった。よし。あー、この辺まだ汚いな。お、乗っちゃうんじゃないよ。プッシュ。あー、この辺まだ汚い。プッシュ。プッシュ。汚いところと汚くないところの差が、ちょっと、水の中だとわからないからね。ちょ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 。ほっ。よっ。この角度つけて、お尻から押しちゃおうか。で、この辺からこう、これでいいんじゃない？あ、くそ、ああ。行かない。あ、裏から行った方が、うわ、行けるか。行けないか。なんか押すか。船の掃除してたら夜になっちゃったよ。よいしょ。え？ちょっとちょっと、はい。こっち側の面はだいぶ綺麗だからな。汚れてる、ここ。この樽のね、下とかも綺麗になってるのかな。ちょっとそれが気になるところ。
いいかな？どうだろう？いいかな？綺麗になったかな？もう夜になっちゃって分かんなくなっちゃった。ああ。ね、思ったんだけど、この、まあ、食べ物とかのスペースを考えると、まあ、これが限界なんだよね、この船の。前の方には、でも積み荷を積んでいくから、常にこの分ぐらいがね、ベストになってくるでしょ？ってことは、まあ、水とかのね、補充とかって、中途半端な時って、こう、やっぱ、在庫というか箱が残っちゃうから、この箱をね、まあ、要は残っててもそのまま売っちゃってフルに変えちゃった方がいいんじゃないか。ちょっとお金はかかるけど、少しコストはかかるかもしれないけど、まあ、そのお金稼げてきたからね、その方がおそらくスペース的にもいいし、まあ、積み荷が乗れば乗るほどね、稼ぎもいいから、っていうことを考えるとそっちの方がいいんじゃないかなって思います。いや、船きれいにしてね、出発しようかってね。さあ、どこ行こう。結局のところアカデミー方面に向かった方が基本稼ぎ屋がいいからね。たまにはいつもと逆の方行くってのもありなんだけど、まあ、珍しいじゃない、見つかりにくいのはアカデミーと同様でね、下側も、南側もちょっとね、わかりにくい地形ではあるから。何回かね、アカデミー方面には向かったから、ちょっと今度は、南に行きましょうかね。ずっと北寄りばっかり行ってたから。で、ここに起き上がるから、必ず。ここのスペースはね、開けとかなきゃいけないからね。よし。まあ、でも、ちょっと朝まで、時間があるから、釣りだな。いつの間に汚れてたんだろうな。徐々に汚れるんだろうけど。BGM もちょい落とそう、曲。波の音が聞こえない。鼻水が。お、来た。ちょうどいい。このゲームね、夜とかになっちゃうと、まあ、目標のね、島が見にくいっていうのもあるし、まあ、それをね、モニターでね、こう見るのもね、そう、昼間だとね、モニター反射しちゃうでしょ？位置的に。人のこう、モニターのやつにもよるけど。はい。針はついてる、ぽい？ぽいね。よし。ちょっと待って。暗い。ちょっと暗い。はい。投げたかな？投げたかな？見えないからわからないんだよな。釣りやってればね、割と、すぐに朝になるから。
起きた。来てる来てる。危ない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 。ああ、ちょっとね、魚が左右に触れないから、ちょっとその面白みはこのゲームないんだけど。お、大きい大きい。よしよし、いいぞ。はいはいはい。ほい、あ、まだ。まだ針が残ってる。もうね、針がね、なくなる、その、条件っていうのがわからないんだよね。なくなるときはね、本当に毎回なくなっちゃうしね。でも基本6回ぐらいで針消えちゃうそうです。陸地に上がってるうちに北極星を探すっていうのも手なんだよな。空き時間で、ちゃんと。あとね、魚が焼きすぎちゃうとね、どうやら回復が全くないっていうのが分かった。程よいところで取らなきゃいけないみたい。起きてる間に料理しとかないと、ちゃんとね、見張っとかないといけないみたいで。ちょっとその辺が、直してほしいな。まあ、焦げちゃうのは確かに焦げちゃうでリアルなんだけどね。釣れたかな？暗いから全然わかんねえよ。あ、釣れてる釣れてる。おー。なんか飲み込んじゃったっぽいかもしれない。あ、飲み込んじゃってるね。よしよし。しかもちゃんと、うわ、すごい。見事に乗っかったな。はい。だから、魚をね、こう焼いたまま寝ちゃうと、焦がしちゃうから、ダメみたいですね。起きてる間にやっちゃわないと。これもう買うか。5個じゃな。少ないしな。針はまあいいとしても。別にお客さん乗せるわけじゃないんだけどね。やっぱこう、綺麗にしといた方がね。いや、綺麗な船ほどバフがつくんだったらいいけどさ、こう、ねえ、フレッシュなね、船の方が、バフが、ねえ、クリーン、なんだ、なんつったらいいんだ。綺麗な船って、なんて言ったらいいんだ。クリアシップまあ、バフがつけばいいけどね、スピードバフがね、つけばいいんだけど、つかないからね、特にないから。気持ちだよね。船に対する気持ちだよね。焼けた？これ。焼けてんの？これ。白いね、煙が出たら多分ね、焼けた合図に近いのかなと思う。明かりにはならないんだな。うん。火はついてるけど。焼き上がるかな。
ブルーサーモン、これはこれはサーモンじゃないでしょう。これがブルーシシビーシバーテイル、あ、これ焼けたんじゃない、焼けたか、焼けたかな、焼けたかな、あ、そろそろ朝っぽい、焼けたかな、わかんねえな。こう置いたら焼き上がるまでピックアップできないようにしてほしいよね。焼けてるのか焼けてたりとかはっきりしないから。あ、色がついたから食うか、ホクホクしてるし。これはあんまり焼けてないかもしれない。やっぱね、焼けてる方が回復量高いんで。でもお店の見るとね、結構みんな焦げ焦げまで焼いてるんだよ。だとすると結構焦げ焦げまで焼けてもいいのかなって思っちゃうからね。でも完全に焦げちゃうと食えないから。お店の焦げ色を確認しなきゃいけないかな。お、あ、もうこの時間ならお店やってんじゃないかな。ちょっと水だけ飲んで。まだまだ飲む。ほら、もうちょいもうちょいもうちょい、うーん、ちょろ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 。よし、でついでにこれも食っちゃおう。ラップ70いくつじゃまあいいか。まずこのツナを、ツナを、ツナを、ほら、ここを見るとね、だいぶ色ついてるでしょ。ほら、これぐらいまで焼けばいいのかなって思っちゃうけど、これぐらいまで焼いちゃうと焼きすぎなんだよね。カツオがツナっていうのかな、そもそも。あ、ツナ缶っていうの？あ、カツオなのか。と、お水。お、売る。お水屋さんに。ほい、よ。そうだな、巻き。木もあと5じゃ売っちゃうか。売って。あれ？売れない？売れないのこれ。売れない。嘘。ファイアウッド売れない。あ、売れるじゃん。なんで？買ってくれないよ。この人買ってくれる。あ、買ってくれない。どういうことだろう。ファイアウッド56。はい。12個しか入ってないからね。はい。ここに置いて。水は全部同じ値段だよね。はい、ほい、うん、ほい、
必ず斜めになっちゃうから。で、ご飯を買っていく。いや、パン。違うな。倍。パンとは違うんか？パンとは違うのか？なんだこれ。食い物ではあるけど、うん。でも箱がでかいな。箱がでかい。うちでいいや。ツナの方が、ちょっとお高め。でもやっぱ、いいやつの方が回復量高いからね。と思う。あ、ここ汚い。汚いじゃん、ここ。汚かった。よし。ほい。しょうがないな。必殺技使うか。お。乗っかった？乗っかってない。ほい。よし。いいね。よし、オッケー。このスペースもオッケー。よし。さあ、じゃあ依頼を受注しようかな。あ、そうだな。まあ、アイテムとして、これな、これ。Can be used for find your detected by わかんねえ。The angle with the North Star and theホライゾン。で、これが概要になるわけなんですけど、ここがね、今いるところなんですよ。ゴールドロックシティ、ここですね。お？ゴールドロックシティのさらにその先に、なんかあるぞ、ここに。アカデミーよりさらにその先、北へ進むと何か大きな島があるのか？だいたい、ここが4棟が大きい4棟でしょ？この4棟に行くのにだいたい、半日ちょいかかるから、2日の距離かな？もっとかな？例えば、このゴールドロックシティから、このドラゴン、ここまで行くのに31日間かけて行くって言ってる人いるんだけど、そんなかかるかな？もしかしたら通り過ぎてるんじゃないかな、その人。そこまでかかるかっていう。このちっちゃい、ゴールドロックシティとこのちっちゃいポッチのこの行き来がだいたいね、1日2日で行ける距離だから、30日かかるか。天候次第によっちゃ。これが、なんでも、太陽、正午の時に北を指してくれるそうです。で、これがね、緯度だか経度だかどっちかをね、測ることができるんですよ。で、これも、こっちがね、すごい使い方が難しい。
めちゃくちゃ。でも4200でしょ？分かればね、すごい正確に自分の位置が分かるんですけど、すごいめちゃくちゃ難しい。これ買ってみるか。どうしようかな。あれ買ってみて、調べてみるのもいいけど。そうだな。念のために買ってみるか。一個。落としちゃったじゃん。落としちゃったじゃん。ほい。あー、なるほど。ほい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 。なるほど。ここに貼っといて、ここに入れとくか。ぶつかっちゃうもんな。テーブルの上だったらスッて乗るんだけど。なるほどね。まあ、まだ大きい船にならないとね、いらないんじゃないかなっていう。それかその、ゴールドロックシティよりその先へ行くのに、ちょっと高いな。マップはちょっと高いか。よし。じゃあ、とりあえず、8ぐらいから。わお。だいたい36日かかるらしいんですよね。このドラゴンなんちゃらに行くのに。36日。でも、36日ぐらいで行って、3321でしょ？まあ、ねえっていう。南側行くとして、この島行ってみる？この島ね、店が1個しかない。まあ、まあ、両方ともこっちね、島、ね、店1個しかないから、まあ、一番行きやすいところか。この110とか、この辺行く？安っ。お！わあ、ジェム、ああ、これ800行きたかった、これ。まあいいや、今回は南に行くっていう約束だから、こっち行くか。95、100。まあ、ものによってね。これは100、108。これアカデミーでしょ？アカデミーでしょ？108、もう108しかないかな？ 95、106だったら108だな。これだな。まだ運べればいいけど。あ、まだいける。ココナッツ運ぶか。60じゃないな。95。これか。まだ運べるっぽい。アカデミーになっちゃうでしょ？こっからはもうあれか。こんなもんでね、いいかな。結構こうぐるっと回っていくっていうやり方もあるんだけど、まあ一箇所運びで行くのが一番ベストだから。
ジェムがね、一番ね、高く売れます。売れるというか、高い運びになるので、運賃になるので。今回ね、500いくつかな、アカデミーとかでも運ぶのがね、だんだん、なんだろう、需要が高まってきたのか、アカデミーに持ってくのが800とかになってきたんで、1回の運賃がね、だからそれぐらいになってくるから、意外と何回も同じところ往復してると、あお！うわ、画面の向こう側に行っちゃった。船、船底きれいに掃除できてる。よし、オッケー。よっ、よいしょ。でも、まだ物も載せられるから全然、いっちゃいいんだけど。なるべくには、真ん中に積んで、バランスをとって、行きたいですね。じゃ行きましょう。出航しましょう。出航でーす。はい、出航でーす。あれ？ダメか。押してやるしかないか。ほっ、ピュッ。さあ、進め。よし。今回はね、ゴールドロックシティから南に進むということで。ちょっと物が邪魔だな。ちょっと、これ。置いとこう。はい。で、そのまま南に進めば、いいかな？出て。ここ出てそのまま南ですね。ちょっと今、角度悪いかな。まあ、なんだろ、マップも壁につけられるけど、まだね、この船じゃね、つけたところでよ。正直。手元で確認した方が早いからね。ゴールドロックシティから、まびなびだからな。まっすぐか、ほぼ。風向き考えて、まあ、このままだな、ずっと。今日は。朝飯でも釣るか。暇だし。はい。朝飯ってわけでもないか、もう。もう夕方か。もうお昼ぐらいか、おやつか。明日の夕飯かな。今度は海に出たら海に出たって今度 BGM がちょっとちっちゃいな。釣れない。釣れないな。今のうちに BGM の調整でもするか。ちょうど来た。
よよよよ、難しい。よいしょ。よーし、釣れたぞ。ほいほいほいと。ツナか、ツナだな。よし、ツナツナツナ。はい、ツナ。ほい。お、来た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 。あ、場所はある。もうちょい。今のお腹の減りようとか見てもね、そんなにそんなにだから。来た。やっぱ夕焼けが眩しくなったり、朝日が眩しい時間帯は花がヒットしやすいような気がする。ほい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 。はい、ぐるん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 。ピッ。これぐらいでいいかな。まあ、明日の朝の準備ということで、置いといて。まあ、水だけ飲むか。で、まあ、進んでる方向を見て、いいかな。でも若干もう見えてんじゃないか、島が。ああ、向こうになんか島が見える。ここに島が見える。でもこっちじゃないような気がするんだよな。どうだろうな。いや、見えてるね、見えてる。よし、一眠りしよう。眠るときは必ず、まあ、進みたくても頬を少し畳む。朝ね、目が覚めて大荒れだったときにね、頬が全開だとね、転覆の可能性もあるし、まあ、目が覚めたらもう目の前に来てるかぐらいじゃないかな、多分。
いやー、早く新しい船が欲しいな。ちょっと起きよう。じゃちょっと分度器をちょっと使ってみましょうか。北どっち？北。ほい。よっ。あれ？よっ。これに乗ってこう。ほい。よし。北、こっちだから。どれだろう？あれかな？ 30 これは？30これいくつなんだ？15でそう、30でしょ？ 15 度ずつですよ。難しい割り方をしてるな、これ。多分ね、これだと思う。ここがね、確か30のはずだから。この辺だと思う。これ見ちゃうと多分違うはず。うん、下がる。うん。多分、この星だと思うんだよ。いやあ、会場だとブレるから。こう、回転してるかどうかわかんない。こっち回転なんだけどね。ここは高くないよな、多分。ここか、こっちか、どっちかなんだよ。これかな？まあ、でも、まあ、こっち見たとしても、あれだし。ちょうどここ十字になってるの。こう。コグマタの尻尾が、北極星になるので、まあ、これのゲームが本当にそれに、ちゃんとなってるかどうかっていうのがちょっとわからないんだけど、失勢らしいのはないんだよね。ざっくり見ても傾けても頭傾けても見えないから、
このラインにしてはちょっとあれなんて、ちょっと移動した？あ、これだ、多分北極星。これだってこの星がだってここにあったもんね。あ、これじゃない？さっきこれで見てたもんね。動いてないもんね。ああ、そうだそうだ。やっと見つけたよ、北極星。これだ。これだ、北極星。ほら、十字が、ね、この十字が、大きい十字が、クロスが動いてないから、あ、動いてて、ここは動いてないから、おそらくこれが北極星だと思う。このゲーム内の。ってことは、これが黒魔座になるのかな？だとすると、北極星、あ、北斗七星とか、いや、見えねえなぁ。わかんねえなぁ。まあ、でも、北極星はわかったぞ。よし、北極星わかったし、寝るか。北極星は分かったけど、ちゃんと西に、あ、西じゃなくて南に進んでるよな。島が見えないけど。寝よ。よしよし。あ、やばい、ちょっと待って、危ねえ、寝る前でよかった。ライト消そう。ランタン消しとかないと。いや、これで、大航海に行ける。うん。これで自分の位置が分かるようになったから、大航海いけるよ。うん。さあ、朝になったら、ん？なんだ？ちょっと不穏な音がしたな。BGM とちょっと被ってるからちょっと分かりにくいけど。あ、見えた見えた。あそこの島ですね。よし。あ、そうだ。薪を準備して。ちょっと。はい。よっ。しょうがない。これボタンだ。よし。さあ、水を飲もうか。よし。よしよしよし。いいぞ。はい、こっち。風向き、もうちょい炎向きを変えるか。こうかな。この方が進みやすいかもしれない。ちょっと若干あれですね、位置的にはまっすぐは来れてないですね。魚はまだ焼けない。ああ、で、この、
ロックに関してなんだけど、例えば曲がりたいとき、曲がりながら、その、歩の調整をしたいときにロックするのがベストであって、通常のときはね、ほったらかしで全然いいです。だいたい風の向きそんなすぐに変わることはないんで。逆にロックしちゃってると、なんか変な方向に曲がり始めちゃったりとかするので、ロックしてないとね、ちょっと蛇行は少しするんだけど、まあ、ロックしちゃってると別の方向に向かっちゃうっていうのをちょっとやってみようか。これ今ね、まっすぐ進む感じになるのかな。歩の傾きとの調整でまっすぐ行くことにはなってんだけど。このまままっすぐ行けばいいんだけど、波の関係とかね、風の関係とかで若干ずれ始めたりとかするんだよね。あ、ずれないな。あ、全然ずれないわな。ちょっとしばらくロックで進んでみるか。お、赤くなってきたね。あ、白い煙出てきたかな？ホクしてきたかな？ホクホク。この魚もともと黒いからね、わかんないんだよね、焼き目が。あ、なんかもう焼けてる感じがする。取っちゃう。食べちゃおう。わからない。焼けてなかったかもしれない。回復量もっとあるのかな。どうなんだろうな。もうちょい焼けるの待つか。もうちょっと赤くなってからに調べる。あ、ずれてるね、やっぱりね。やっぱずれてるね。ちょっとずつずれてるね。おお、もう食わなきゃじゃない？うん。あんま変わらないと見たな。うん。風向きチェック、風向きチェック。風向きよし。炎向きよし。暇だから掃除でもしよう。パンパンの掃除。はいはいはい。はい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 。はいはいはい。よしよし。あとやることって言ったら釣り？夕飯を釣っとこうか。多分もう薪は切れちゃったから、まあ、釣ってられて島に着くでしょ、この速度なら。お、来た来た来た、早い早い。夜中でこう水しぶきが出てくれないの？昼間はまだいいけど、夜中で水しぶき出てくれないね、こうグラグラになると
どの辺で釣ってるかわからないよね。え、お、お、乗った。よし。シュッ。なんか焼けてる音がするんだけど、気のせいかな。もう火は消えてたと思うんだけど、私の見た目では。焼けてる音がする。おかしいな。もう火は消えてるはずだぞ。まだ若干余熱で焼けてんのかな。困るな、朝起きたら丸焦げだったとか。基本天気のいい日は釣りでこう魚を釣ってご飯の足しにして、で天候が悪い日はまあ火事と炎ね、様子を見ながら、まあ飯はしょうがない、在庫から食べるっていうような形がおそらくベスト。あ、乗っかっちゃったね。いやー、このゲーム楽しいね。釣りがもうちょっと面白ければ、面白みあればいいけど、まあいいかな、別に。あとはなんか、クラフトとかはないけど、その、船の修理とかできたら面白いよね。まあ、浸水箇所の修理とかね、できたら面白いけど。今後そういうのはアップデートで追加されそうな要素ではあるんだよね。おお、結構大きいぞ。なんだこれ。この、ここからじゃ何かわからない。初めて釣ったかな。はい。焼けてはいい。音はするけど、火はね、出てないから。おお、ちょっとなんかでっかい魚釣ったな。この島ね、あっち側には何もないんですよ。風向きチェック、まあまあいいかな。もうちょいスピード出すならこうかな。これぐらいか。もうちょい行っても良さそうだな。少し舵を横に切って、ちょっと港に向けて舵切って、うん、いいんじゃない。スピード出てんじゃないかな。
こんぐらいかな。お、見えてきた見えてきた。なんで焼けてる音がするのかな。多分バグだとは思うけど。焼けてないからね、多分バグでしょうね。ほぼ1日で着いたかな。向こう出たのって結構でも夕方だったから、1日よりは早く着いてるのかな。でさ、こうね、こうボールで書いて、こうね、角度を少し変えられ、微調整ができるようになればいいんだけど、本当だったらオールがね、ボートには詰まっ、その必ずねあるはずなんですけどね、この要領でなんか調整ができるようにしてほしいな。海にいちいち降りてボートをのね、この選手をこう風向きをちょっと調整するっていうのはめんどくさいからさ。そろそろか。こういう時にロック使って、よっ、よいしょ、はいはい、よっ、よいしょ、はい。やっぱいつの間にか汚れてたんだろうね。綺麗だもんね、こうやって見ると。いつ、ま、あんな真っ黒になっちゃったんだろう。気にはしてなかったけど、全然。朝がね、船が汚れるとはね。お届け物でーす。ここしかないです。お届け物です。ただ獣です。アカデミー同様、ここもね、お店がこれしかない。あ、ただ、この井戸あるでしょ？この井戸とかね、使って水の補給できればいいんだけど、ここ樽売ってないんですよ。このよくわからない、この、なんだ。スネークオイルというのが売ってますね。
なんでしょう。蛇のオイル？何それ。飲み物なのかな。オイルでしょ。なんだろう。実はこれをあのゴールドロックシティに持っていくと高値で売れるとかってあったら面白いんだけど。よいしょ。今までそんなことなかったからね。え？あ、これ隣の島だ。しまった、やっちゃった。まだ今日は終わりじゃない。これ隣の島、ココナッツこれ隣の島じゃん。マジか、やっちゃったな。これもそうじゃない？ココナッツ。いや、これはここだ。ココナッツだけだ。あ？いや、隣の島も持ってこうかって買ったんだっけ？いや、もうど忘れしちゃったわ。こっから遠方に、え、なにこれ、え、これどこ、どこに持ってけって書いてあるこれ。サンクチュアリ？トゥーサンクチュアリ、どこだよサンクチュアリって。どこにも書いてないぞ。どっかにサンクチュアリのようなのがあるらしい。これか。あとは、サンクチュアリってのがちょっとわかんないんだけど、どこまでだろうね。ちょっと、荷物を。いけるかな。あれ、あと他に頼まなかったっけ。ないか、これだけか。ちょっとこのスネークオイルちょっと買っていこう。これ何飲むのよ。ああ、すげえ回復した。あ、眠気が回復すんの。ああ、なるほど。買っていこう、これ。これいいわ、これいいわ。やべえ、眠くなったけど、なんだ、舵取りから手が離されないみたいな時にはすごい必要じゃん、これ。嵐の時とか眠くなっちゃったけど嵐が来ててみたいな時すごい使えるじゃん。うわぁ、いいもんゲットできたな。そういうものか。よしよし。ちょうど今眠くなってたところだったからいいや。このまま。島は見えてるから多分ここ。よし。風受けるのがちょっとね、風の受けが悪いんですよ。こっちの方向って。若干ここから、ノースイストより。ギリギリ風が受けられるぐらいの
角度で。こんぐらいじゃない？乗せて。ちょっとね、斜め斜めに移動しないと、ちょっとね、いけないと思う。この先に見えてくると思うんだけど。飯の心配やらないね。見えるかな？ちょっと今日長い動画になっちゃったな。あ、でも眠気はないから、そのまま。だいたいこれ辺の、やっぱ今進んでる方向が、だいたいこの辺りぐらいに見えてくるはずなんだけど。ちょっと遠いからな。まあ、暗くなってきちゃったな。この時間だったら見えなくはないんだよな。いや、チラッと見えるときはあるんだけど。近づかないとやっぱ小さい島は見えないかな。あんまり大きくない島なんだよね、この島も。まあ、アカデミーよりは大きいんだけど、大きい島ではないもんですから。でもあれだな、眠気が覚めちゃうとショートカットができないよな。雲が出てて星が見えないですね。まあ、こういう時は自分の位置が見失っちゃうのかね。よくできてます。本当このゲームに関してよくできてるとしか言葉がないんだよね。本当に毎回言ってるけど、このゲームよくできてるんですよ。まあ、強いて言うなら BGM がないってところですかね。今、自前で BGM 用意してるからあれだけど。ちょっと荒れてきた？位置的にはおそらくこっちで合ってるとは思うんだけど、だいぶ速度が出てるってことは風がだいぶ出てる。速度が出てるということは風が吹いてるからね。風の音もヒューって聞こえるから多分スピードは出てるよ。まあ、距離的に早ければ朝までには運べそうかな。すごい流されるな。ちゃんと舵取っとかないと、これ全然目的地とは違う方向に飛ばされる。あ、やばい。
ぱ風が吹く方向に進んでるからね。ちょっと位置が悪いかな。いつまでも魚が焼けてる音がするのはちょっと耳障りではあるけれど、さっきの島がもうあんなところ、いやー位置悪いな。ちょうど風が吹いてる方向に進むからな、ジグザグに進まないと。で風が強いからちょっと船がだいぶ傾いてるね。嵐にならなきゃいいけど、嵐にはなりそうにない。うん、飯は、うん、焼いてもいいかな。生でも良さそうだな。もったいないからまだいいや。まあ、さっきの島があそこ。まあ、角度的にはもうちょいこっちだよね。行き過ぎたぐらいがいい。見えないかな、島。ちょっと波が高いですな。マストの上に登りたいね。島が見えてこないな。チラッとでもいいから、なんかこう影が見えれば。ここ北極星。この十字のラインを見て、で、ここね、こっちからこう来て、こっちからこうずーっと来てて、ここ!これ!これ絶対動かないから。
進んでない？進んでないかな。ちょっとだけ進んではいるけど、ちょっとあんまり進んでないな。こっちはこっちが。大体ね、予想では今向いてる方向に島が見えてくるはず。さっきいた島がもう見えなくなっちゃっているから、おそらくそろそろ見えてくるはず。けど見えない。から、そうだなぁ。はい。日はあるし。ちょっと。これぐらいにして。寝るか。わぁ、星綺麗。すごい綺麗、星が。晴れたね。晴れたね。じゃあちょっと寝ようか。朝日が上がってくれればもう、わかると思う。今日ちょっと長い動画になっちゃったな。船も掃除したし。でもだいぶ手際が良くなったからね。まあもう、あと順調にこうお金を稼いで、次の船にランクアップして、で、北極星の位置がわかったから、大航海に。いけるのかな？楽しみだな。なんだろう、1万円ぐらい稼ぐんだったら、まあ、もしかしたらその、小舟で、水ガンガン積んで、食べ物ガンガン積んで、いけなくはないと思う。あと、で、さっきの、あれ？F、よし。さっきのね、スネークオイル飲んで、あー、まだわかんねえな、これじゃ。絶対に寝ないで進めばいけるんじゃないか。うーん、見えないかな。若干なんかこう霧がもやーってしてんだよね、この辺ね。通り過ぎてる可能性もあるんだよな。ネタをすると。でも、ゴールドロックシティがこの大きさだったら多分、あ、日が出てくるぞ。太陽が出るぞ。あ、見えた！面影か。いや、全然予想とは違う方向に来てたけど、まあよしよし、こういうこともある。
角度悪いから、まあ、この辺かな。魚焼けてる？もうちょいかな。魚焼き上がる頃にはつきそうかな。これがサンスポットフィッシュね。これツナね。これわかんない。イールって何？イールって。ウツボかな。やっぱ朝にならないとわかんないね。夜のうちはね、わからない。やっぱこの辺かなっていうところでちょっと、感覚で休憩してみないと。朝日が上がるの待たないとわかんないね。さっき届けた島あっちに見えるでしょ？見えるんだよ、基本的には。ただ夜になると全く見えない。本当に大きなこう影がある。ドラゴンロックシティみたいな、あ、ゴールドロックシティか。ゴールドロックシティみたいなところ見えるけど、あ、食べよう食べよう食べよう。あー、食べよう食べよう。まあ赤いでしょ。おお、すごい回復量。最後の一匹食べちゃおう。魚によって回復量違うね。これもあれだな、学びを得たな。いやー、朝日綺麗だな。よし、昼飯を釣ろ。昼飯っていうか、まあよっこんだけバーがいっぱいあると夜だな。夕飯の魚をゲットしよう。ちょっと今日は動画長くなっちゃったから、この辺で解錠できるかな。それもありかもしれない。まあ、ついたなら、切るでもいいかもしれないな。あと30分もかかんないでしょう。スーってこう力をなくすのやめてくれよ。バレたかと思うじゃん。ペッポッ。あ、月が。ちゃんとね、月もね、このゲーム書けるんですよ。周期によって。ああ、釣れた。だから月を見て、何日？いや、寝ちゃってたとしても月を見れば、こう、何日かっていうか分かるかもしれない。だいたいこれぐらいかな、みたいな。でも昼間の時点であそこの高さでしょ？なんだろう、このゲーム、季節の移り変わりがあれば余計にすごいなって思っちゃうけど。火が切れちゃった。ほい。ああ、ずれた。よいしょ。あら、そういえば6匹近くもうそろそろ釣ってるけど、全然、フック取れないな。やっぱ、ランダムか。起きた。
ちょっと見にくいからこっち行くか。クリ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 。あ、そうそう、最後の方になったけどね、この動画を見てね、ゲーム買ってくださった方がいらっしゃってね、コメントで報告してくれてね、すごい嬉しかったですね。いやー、動画撮ってる甲斐ありますよ、そういう風になると。まだだな、まだもうちょい。どっかのタイミングでこっち側行った方がいいかな。今無風状態です。無風というか穂がこうセールが風を受けてない。これで今受けた。で、ちょっとずつスピードが上がっていって、よしかな。巡航かな。もう、この角度はもうね、斜めにしか行けないからね。時間かかるんだよね。だってもうそろそろって日が上がってくるでしょ？進んでる？ちゃんと。こっち側より、こっち側の方はやっぱ、雰囲気的には、進めてる感じがするから、こっちに向けた方がいいかな。あとは様子見だな。飯は食ったし、ちょっと喉が渇いてるかなってぐらいか。逆に言うと、あそこからゴールドロックシティに向かったりとかするのはめちゃくちゃ早い。ってわけでもないか。ちょっと早いぐらいか。ゴールドロックシティからだとどこが一番早く着けるのかな。ネバーディンかな。南西の風が吹いてるからね。角度ミスると大変なことになるけどね。お、見えてきた見えてきた。ぼーっとしてると気がついたらもう目の前にあるからね。いやー、早く新しい船欲しいな。お金全然たまんねえからな。さっきってか、ゴールドロックシティでジェムがこうアカデミーに行くのが800とかあったでしょ。あれにね、プラスしてアカデミーになんか持ってくものが2つあれば1000だから、それはあとね、12回繰り返せばね、行き来、でも往復だから、そっからまたゴールドロックシティに行くのをプラスすると、まあ、あと、5、6回か。うまくいけば。あと5、6回往復すれば、
大きい船手に入るかな。あ、でもね、でもね、なんだよ。一回のね、高校が、だいたい、ね、1時間弱ぐらいでしょ？あとだから、それ考えると、5、6時間は必要になるって、遠いな。まだ遠いな。まあでも、なんだろう。スノーランナーとかのタイヤのアンロックよりは多分、楽だとは思う。うん、こっちの方が。何せ、風決まっちゃって、向き決まっちゃえばこっちはね、見てるだけだし、この間ね、オルトタブキーをして、バックグラウンドでなんか作業することもまあできなくはないし、まあゆったりこの最中にね、他のね、ゲーム配信のライブとか見るのもよし、まあなんだ、こう、ドライビングゲーム系では私よくそのラジオ感覚でね、他の実況者の人のね、やつ流しながら、ゲームやってるんですけど、このゲームもね、それが可能なのでね、すごい。でも、嵐になった途端、こっちはね、本当にもう、舵握ってないとね、転覆しちゃうから、そのね、対比すごい楽しい。うん。うん。寝てる時にね、目が覚めたらね、海大荒れで、うわーみたいな。目的地どっちみたいな。どっちどっちってなったりとか、うわ、波が荒れてる、うわーってなるのがね、すごい楽しい、このゲーム。やっぱね、あと、青は目に優しい。本当に。ゲームやってて癒されるからね。同じね、こう、海洋ゲームとしてね、こう、ラフトとかサブノーチカを上げるけど、まあ、サブノーチカはね、素材集めとサバイバル要素が強くて、すごい忙しいでしょ？で、ラフトはラフトで、その、水の手入れだったり、あと、こう、アイテムを集めなきゃいけなかったり、まあ、自動で集められるものあるけど、あと、サメがいるでしょ？あのゲーム。だから、休まる時ってまだないっちゃないけど、あるにもあるけどないっちゃないっていうね、こっちもまあ似てるところはあるけれど、まあ、こっちの方がね、ゆったりできるっちゃできるかな、今のところ。例えばこれでね、船の修理とか変わってきたらまた話は別なんだけど、かろうじて帆が見えない。帆というか、旗が見えないんだよね。なんなら、こっちやって、こうやって見ながら。ははこれがいいや。これがいいや。どうやって操作してんだろう、これ。背中に手回してやってんのかな。あー、ちょっと行き過ぎちゃった。港に入るのに舵操作がすごい大変、ここは。角度がね、悪いんで。風向きがすごいね、重要なゲームだから。ちょっと角度悪い港はね、ほんと嫌ですね。だからあんまりこっち来たくないんだよね。
これがもうちょい後ろ下がってればな、見えるんだけど。いや、まあ、ジュージュー焼ける音もなんかね、ASMR でいいけどさ。焚き火の音はいいけど、ちょっとなんかジュージュー焼ける音だとお腹減ってくるよ。二日でね、その、ここと、この島と、アカデミーをね、二日で、航行して、届けるっていうのがね、千ぐらいのやつがあるんですよ。それやったら、多分、早く、もっと早くね、集まるけど、二日じゃ、まず無理。これ今、明日納期だけど、この二つね。嵐があった場合をね、加味するとね、この小舟じゃ二日じゃね、渡せない。多分もう一個、一ランク上高い船になったらね、多分二日で行った方がいけると思う。船がでかくなる分、炎ね、サイズも大きくなるから、その分スピードも出るからね。あんまり大きくなりすぎるとまたね、スピード落ちるんだけど、船って。面白いことに。まあ、船で一番速いのは軽くて頑丈で、セール、特にハンセンの場合はセールの大きさがでかい。ヨットレースとかの船見ればわかるけど、船体ちっちゃくてもね、マストがものすごく長くて、セールがすごいでかいでしょ？ただその分ね、転覆の確率も高くなるし、その、風の読みを間違いをすればね、もう、そこでアウトですからね。血は繋がってないけど、親戚に両親はいますね。もうやってないですけど、おじいさんがやってたんですけどね、両親を。それこそ、取ってきた魚を、リアカーに乗せて売り歩くみたいなね、仕事してましたよ。それも遠くまで行って売ってたらしくてね。ままだとあそこの乗り上げちゃわないかちょっと心配だな。ああ乗り上げちゃうかな、これちょっと乗り上げちゃうかもしれないから、一旦ちょっとこの辺で端切って、風受ける方向を変えて、そこがねちょっとなんか当たりそうだったもんでね、見えてないかもしれないけど、浅いところが若干浮いて見えたもんね。ほら、一瞬ね。ほら、あそこにぶつかりそうだった。で、ちょっと、ん？下がってない？大丈夫？あー、ダメだ。これだからオールが欲しいのよ。よいしょ。こういう時にオールが必要になる。
風向き、まあ、本当はマストをね、こう変えればいいんだろうけど、まあ、畳んでね、向きを変えるよりはね、船全体を変えちゃった方が早いですから。スピードが出てないと止まっちゃうんだよね。よし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 。はい、来た。捉えたよー。さあ、ゆっくりスピード出してくれ。よしよしよし。ちょっと付き方を間違えるとね、もうそれでちょっと割とアウトなもんですから。マストの大きさを小さくして速度を落として、いつまでジュージュー言ってんだろうなこれいやー、ここも何もね売ってるもんが少ないんですよ。もうちょっとなんかいろいろどこの島でもなんかある程度物が買えるようにしてくれるとありがたいな。金作とかじゃなくてね、なんか行った先で飯買ったりとかすることのね良さもあるし、この辺だから売ってるものが少なければ少ないほどさ、立ち寄ることが少ないから、まあ、その分なんか料金高くしてくれればいいんだけどね。お、上手についたよ。うまいもんですね。よいしょ。慣れたもんよ、ここまでやってくれたら。よいしょ。もう、何時間くらいやってんだろうな、このゲーム。あ、見えない見えない見えない。お届け！お届け物でーす。よいしょ。ああ。またゴールドロックシティに戻るね。ルートを取って。はい、届き物でーす。うん、全然溜まってない全然溜まんないねえ。サーモンをアカデミーに持ってく。396ゴールドロックシティ、ラムじゃねえな、ラムで、サーモン、ここ300。ここはね遠いからね、あ、ジェムがあればよかったけど、ジェムがないな。まあ、全部ゴールドロックシティ行きのものを全部購入していけば、まあ、いいかな。500、計算して500くらいになって、まあ、水もそんなにあれだし、ツナも買わなくていいし。こっちも一応ね、お店がちょっとあるんだけど、食い物の店が あるだけで。あと、ここにね、人がね、なんかこうぶつかってんだよね。水がある。水と魚とだけ。水がないところよりはマシかなって思うけど、飯も水もまあ、水はどうだろうな、若干ないかもしれないけど、あ、まあ持つでしょうこれなら、ゴールドロックシティまでは。ということで今日はこれにて終了したいと思います。夕焼け。いや、いいね、いいね。本当に。
いや、スクリーンショット撮りたいんだけどね、スクショボタンが今ね、押しても機能しないんですよ。いや、夕日をバックに、それでは次回のまた動画でお会いしましょう。この小さいボートともあと何時間くらいかな。いや、やっとここまで来たな。大変だったな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。